あなたはできます。そうです、あなたはそれを成し遂げることができますという意味ですね。 You can、 You、 あなたは主語ですね。 Can はできる、能力や可能性を示す表現になります。 Yes、 はい、そうですという肯定の返事、相手の意見や質問に対して同意する際に使います。 Make it、 Make it、 このフレーズは成功するや達成するという意味で使われています。Make は何々を作るという意味の動詞で、 Make it とあるので、それを作るという直訳からそれを作る、 Can と組み合わせて作ることができる、成功することができる、成し遂げることができるという意味になるんですね。 Make it はセットで覚えてどんどん使いたいです。もっと軽い感じで都合がつくという意味でもよく使います。もし今日また失敗したら、明日またもう一度挑戦してくださいというような感じの意味です。 And、 そしてという意味、前の文と後ろの文をつなげる役割を持っています。 If、 もし条件を示して、 You fail、 You fail、 You、 あなたが、あなたは fail、 失敗するという意味の動詞。今思えば私の動画で初めて出てきた単語です。Again、 再び、 Today、 今日という意味ですね。 Try again、 Try、 動詞でトライする、試す、挑戦するという意味。 Again は再びでしたよね。何かをもう一度行うことを促す表現です。 Tomorrow は明日という意味なので、まとめると、もし今日また失敗しても、明日もう一度挑戦してくださいという意味になるんですね。それはあなたをより強くするでしょう。 It、 それという意味ですが、ここではさっきの If you fail again today, try again tomorrow、 もし失敗したら明日また挑戦してくださいということを指しています。 Will、 これからのこと、何々するでしょうという未来や意思を示して、 Make がまた出てきましたね。 Make は何々を作るとかなるという意味の動詞で、ここでは Make プラス名詞プラス形容詞の形、名詞を何々の状態にするという意味で使います。今回この名詞の部分は You なので、あなたを何々の状態にするという感じになります。 Stronger とありますから、 Stronger の状態にするということで、 Stronger というのは Strong、 強いとか体力があるという意味、これに ER がついて比較級というものになります。より強いなので、まとめると、それはあなたをより強くするとなります。It will make you stronger if you believe in yourself. You'll find the answer if you believe in yourself. You'll find the answer if you believe in yourself. You'll find the answer. 自分を信じれば答えが見つかるでしょうというような感じの意味で、 If、 もし条件を示して、 You、 あなたは、あなたが、 Believe in、 Believe は何々を信じるという意味の動詞、前置詞の in で、 in は信じる対象を示して、立体的な空間にその信じる対象を入れるイメージです。 Yourself、
あなた自身という意味、あなたを強調するために使います。 You will の短縮、 You、 あなたは、あなたが、 Will、 これからのことや意思、あなたは何々するでしょうという意味ですね。 Find は動詞で、何々を見つける、見つけ出すという意味。何かを発見することを指して、後ろにその対象、見つけるものを続けます。他動詞ですね。 The answer、 答えという意味ですが、 The は共通認識、チャロの目的、探しているものは決まっているので、あではなく The なんですね。なのでまとめると、その答え、自分を信じれば、自分自身を信じれば、あなたは答えを見つけるでしょうという意味になりますね。信じ続ければ夢は叶いますという意味です。 Keep は保つ、続けるという意味の動詞。何かを維持すること、 Keep することを表します。 Your faith、 あなたの信念、あなたの信じること。 Your はあなたのという意味の所有格ですね。 Faith は信念、信じる対象を指しています。 Still、 Still、 この文脈ではまだという意味で、信じ続けることを強調しています。 Your dreams、あなたの夢という意味ですが、要、あなたの所有格、dreams は夢という意味の名詞、dream に s がついて複数形になったものです。目指す目標や希望を指しています。come true、 実現するという意味、夢や願いが実現する、現実になることを表します。come は来るというイメージの動詞ですよね。true は真実の、本当のという意味なので、真実が来る、本当になるというイメージから dreams come true で、夢が実現する、現実になる、叶うという意味だと分かります。 Keep your faith, tell your dreams come true。A yellow truck. It stops right in front of Chato. A yellow truck. It stops right in front of Chato. A yellow truck. It stops right in front of Chato. 黄色いトラック。それがチャロの正面に止まります。彼はその上に飛び乗りますっていう感じの意味です。A yellow truck 出てきましたね。黄色いトラックという意味。特定のトラックではなくて、一般的なトラックを指しています。 It stops、 それが止まるという意味です。この It は主語で、それという意味。ここでは黄色いトラックを指しています。 Right in front of、 何々の真ん前でという表現です。前にも出てきたことがあります。 In front of 何々で、何々の前で、何々の前にという意味です。それに Right がつくと、真ん前となります。チャロとありますから、チャロの真ん前という意味になりますね。A yellow truck. It stops right in front of Chato. He jumps onto it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 . 彼はそれに飛び乗るっていう感じの意味ですが、動作を表してますね。He、 彼は、彼が、 jumps はジャンプするという意味の動詞、ジャンプに S がついたものです。主語が He なので、動詞に S をつけますね。 onto は前置詞で、 on と to が合体したもの、接触と矢印のイメージですよね。 it は黄色いトラックのことです。チャロが黄色いトラックに飛び乗ったんですね。 He jumps onto it. Meanwhile at the Spencers. Meanwhile at the Spencers. Meanwhile at the Spencers. 一方その頃、スペンサー家ではっていう感じです。 Meanwhile、一方その頃とか、その間にというような意味で、異なる場所、状況で起こっていることを示します。 at は前置詞で、地図上の点をイメージするようにします。場所を示してますね。 The Spencers、 スペンサー家という意味ですが、このチョンっていうのはアポストロフィーといって、所有を示します。スペンサーのとなります。 Meanwhile at the Spencers。
What a nuisance. Once a stray, always a stray. What a nuisance. Once a stray, always a stray. What a nuisance. Once a stray, always a stray. なんて迷惑なんだ。かつての野良犬はいつまでも野良犬だという感じの意味なんですが、 What から始まってますね。 What a nuisance。What から始まっていますが、これは疑問文ではありません。文法的には感嘆文といって、驚きとか不満を強調します。なんて何々なのと言えます。後ろに名詞を続けて nuisance。 A nuisance というのは迷惑、厄介なものという意味です。何かが不快であることを表現しています。なので、なんて迷惑なんだという意味になるんですね。 Once a stray。 Once はかつて、一度という意味、過去の状態を示します。A stray、 野良犬、迷子の動物という意味ですが、 A は不特定の、特に飼い主がいない犬を指しています。チャロのことを言ってるんですが、一般論として話してるっていう感じですね。 Always a stray。 Always a stray は Always、 いつも、常にという意味ですね。過去の状態が変わってないことを示しています。 A stray、 これも同じく野良犬を指して、過去の状態が現在も続いている、野良犬は野良犬って意味になります。 What a nuisance. Once a stray, always a stray. Don't say that, Frank. Toto is my friend. Don't say that, Frank. Toto is my friend. Don't say that, Frank. Toto is my friend. そんなこと言わないで、フランク。チャロは私の友達ですっていう感じの意味で、 Don't say that。 Don't は一般動詞の否定です。 Don't から始めて、動詞の原形、何々しないでという否定の命令形になります。命令形といっても、何々するなっていう意味ではありません。こんな風に会話で使われます。 Say は何々を言うという意味の動詞。何を言うのかというと、後ろに続けます。 That とありますね。この That はあれという訳さないで、今さっきフランクが言ったセリフの内容を指して、そんなこと言わないで、そう言わないでという意味になります。チャロは is、 be 動詞、ある、いる、である、存在や前後をイコールで結びます。 My friend、 私の友達という意味です。 My は私のという所有を示して、 friend は友達ですね。チャロは私の友達という存在、チャロイコール私の友達ですという意味になります。 Don't say that, Frank. Toto is my friend. Then you should be more careful in choosing your friends, my dear. Then you should be more careful in choosing your friends, my dear.Then you should be more careful in choosing your friends, my dear. それなら、友達を選ぶときはもっと気をつけるべきです。親愛なる君という感じの意味のセリフです。Then はそれなら、じゃあという意味で、結論や提案を示します。You should be you。あなたは、あなたがという意味で、キャンディのことですよね。Should は何々した方がいいよ、するとグッドだよという助動詞で、アドバイスや提案を示します。Be、何々であるという意味の動詞で、状態を示して、 More careful。 More はより、もっとという意味で、 Careful、 注意深いとか慎重なという意味の形容詞、より慎重に、もっと注意深くって感じですね。 In choosing your friend。 In は立体的な内部感覚で、今回はある状況や文脈を空間として捉えていると考えることができます。 Choosing は Choose、選ぶという意味の動詞 choose に ing がついて、選ぶことという意味になっています。動名詞と言いますね。 your friend、 あなたの友達という意味ですが、 your、 あなたの所有を示して、 friends、 友達、 friend の複数形になります。 my dear、 親愛なる君というようにさっきは訳しましたが、日本語にきっちり訳していかなくても良さそうですね。キャンディのことを自分たちの一族の大事な人として発言しているっていう気持ちが加えられているなって思います。Then you should be more careful in choosing your friends, my dear. You'll be taken as the same kind. You'll be taken as the same kind. You'll be taken as the same kind.あなたも同じように見られるでしょう。同類と思われる可能性がありますという意味です。You would be。You、 あなたは、あなたが。Would be は何々になるだろうという意味で、仮定や予想を示しています。今回 be taken に注目します。Would でまずは推量とか仮定として、
そして be taken。 taken は取るという意味の動詞 take の過去分詞形です。活用は take took taken take took taken になります。 be taken で be 動詞プラス動詞の過去分詞形で受動態受け身形になります。何々されると考えて take されるだから取られるという意味になります。取られる可能性がある、取られるだろうっていうふうに言えますね。 as はイコールのイメージを持つようにします。日本語だと何々としてというような意味がありますが、イメージを大事にします。 the same kind 同じ種類という意味で、 the 共通認識のある特定の same 同じ kind 種類ですね。同じ種類としてあなたが取られる可能性がある、なので同類と思われる可能性がある、同類と思われるだろうという意味になるんですね。You'll be taken as the same kind. You don't even know him. His heart is as pure as gold. You don't even know him. His heart is as pure as gold. You don't even know him. His heart is as pure as gold. あなたは彼を知りもしない。彼の心はゴールドのように純粋です。純金のようにピュアです。というような意味です。You、 あなたは、あなたが、これが主語ですね。 Don't、 一般動詞の否定で用います。何々しないという意味で、後ろの No とセットで知らないと言いますね。この No というのが一般動詞というグループになります。Even は、何々すら、何々でさえという意味でよく使いますが、ここでは彼さえ知らないではなくて、知りさえしない。つまり、知りもしないというような意味になります。No は、何々を知っているという意味の動詞で、他動詞の使い方。何々を知っている、後ろに目的を続けます。 him とありますね。彼を、彼になので、彼を知っているという意味で、それを don't で否定しているので、彼を知らない、そして even で知りもしないとなるんですね。 His heart is as pure as gold. His heart is as pure as gold. His heart is as pure as gold.His heart is as pure as gold. His heart, 彼の心という意味で、 his は彼の、 heart は心という意味の名詞です。 is は be 動詞、ある、いるの存在、前後イコールで結びますね。 as pure as、 何々のように純粋であるという表現で、 as を見たらいつもイコールのイメージを思い浮かべるようにします。彼のハートは何かとイコール、 pure は純粋な、ピュアなという意味の形容詞で、ゴールドは金、ゴールドという意味です。なのでゴールドと同じくらい、ゴールドとイコールのように純粋だという意味になります。 You don't even know him. His heart is as pure as gold. I'm honored to be taken as his same kind. I'm honored to be taken as his same kind.I'm honored to be taken as his same kind. 彼と同じ仲間として見られることを光栄に思います。同類と思われることは名誉です。というような意味です。I'm honored. I'm, I am の短縮。I、私は、私が。Am は be 動詞。Honored。光栄に思うという意味の形容詞。名誉や尊敬を感じていることを示します。To be taken as. To be.何々であることという不定詞、状態を示しています。 taken は先ほども出てきましたね。 take の過去分詞形で、今回 be taken、 取られるという意味の過去分詞形、ここでは見られる、扱われるというニュアンスです。 as 何々として、イコールのイメージですね。比較や判断の基準を示しています。 his same kind、 his 彼のという意味、 same 同じ、 kind種類、性質を示して、ここでは人とか性格、仲間意識を示しています。彼と同じ種類、彼と同類として取られる、見られる、扱われるっていうことが、私は光栄に思う、名誉ですって意味なんですね。このキャンディのセリフはリトルチャラの中で一番好きなセリフです。大好きなシーンです。 I'm honored to be taken as his same kindお疲れ様でした。今日はここまでにしたいと思います。続きも近いうちに作れそうです。楽しみにしてくださいね。
一緒に勉強できてとっても嬉しいです。ありがとうございました。では一旦失礼しますね。スペンサー・エステート。チャド can't believe it. He's back. He hops off the truck. And... Oh, Sir Joseph. Chado, come over here. It seems we need to talk. Chado walks closer to him. I hope you are aware of what you have done to us. His calm, powerful voice echoes through the midnight air.